本日は先日ご案内させていただきました A4 セダン、クワトロのですね、内装のご案内させていただきたいと思います。照明が暗すぎてですね、なかなか分かりにくかったと思いますので、改めてご案内させていただきます。まずですね、ちょっと外装のですね、追加チェックポイントなんですが、このウィンドウメッキモールですね、こういうところがですね、白サビが入りやすい、素材になっているんですけど、まあ、現状ですね、ほとんど、白サビはないように見受けられます。ゼロではないんですけども、大変綺麗な状態でございます。ご覧のような感じですね。はい、今運転席のフロントドアでございます。ここはよく白サビが浮いてくるところでございます。で、通販サイトなどでですね、このメッキモール磨きのツールが販売されておりますので、ご購入後はですね、そういったツールを揃えて、メッキを磨いていただくのも良いかもしれません。白サビが出てきてからでいいと思います。事前に買っておく必要はございません。はい。で、よくですね、このクォーターガラスのウィンドメッキモールも、白く錆びやすいところですね。ちょっと角度変えます。現状は大変綺麗な状態ですね。これはですね、新車で5納車後、まあ1年、2年で真っ白になってし、真っ白とはいかないですね。かなり白くなってしまうケースもあるような、パーツですね。はい。これは今右側面でございました。はい。左、クォーターガラスのですね。ここも大変綺麗だと思います。よくこの辺が白くなりやすいですね。左のリアドアです。問題ないと思います。左のリアドアですね。はい。左のフロントドアですね。はい。まあ、大変綺麗な状態かなと思います。はい。で、ですね、エッジもですね、よく傷が入りやすいところですね。エッジというのはここのことですね。はい。の下の方ですね。見ていきます。まあ、特に問題ないと思いますね。はい。左のリア、フロントドアでした。これは左のリアドアですね。ここにちょっと、ゴミでしたね。失礼しました。はい。こんな感じですね。大変綺麗だと思います。はい。左の、ごめんなさい。右の、リアドアですね。問題ないと思います。はい。で、右のフロントドアですね。運転席ドアになります。はい。ちょっと見えにくいですかね。少し角度を変えます。まあ、特に問題ないと思います。はい。この辺はですね、よく傷が入りやすいところなので、まあ、タッチアップペイントなどで補修すればですね、もうすぐわかんなくなっちゃうところかなと思います。ただですね、今ちょっといろいろな、状況の変化がありまして、タッチアップペイントの販売が今一時中止されておりますんで、ちょっと入手困難かもしれません。はい。ではですね、内装を取っていきます。運転席ドアの内側ですね。インナートリムですね。はい。特に問題ないと思います。シートメモリーがついております。で、ウィンドウの操作パネルスイッチですね。もうダメージはないと思います。はい。そして、スピーカー部分ですね。ここもよく足が接触するところなので、ダメージがよく入るところでございますが、大変綺麗な状態でございます。はい。あとは、ステップですね。ステップも、ダメージは見受けられません。
この S のですね、プレートもアルミなので、まあ硬い素材なので、ちょっとついてしまうと、まあ例えば傘とかですね、へこんでしまったりするような、そういうような素材ですんで、ちょっとご注意をいただければと思います。はい。そして、運転席のシートですね。電動シートになっております。はい。これで、前後で、膝元だけ上げたり、ヒップだけ上げたり。はい。で、これで角度調整、背もたれの調整ですね。ができます。はい。で、これはランバーサポートですね。腰当て。ここに腰当てが入ってますので、前方に押しますと、腰当てが張り出してきます。ゆっくり張り出してきますので、ちょっとわかりにくいかなと思います。はい。引っ込めます。で、これで上下もできるようになります。はい。そしてですね、S ラインシートはここの山の部分が結構高いんでダメージが入りやすいんですが、この車両は大変綺麗でございますね。問題ないと思います。はい。背面ですね。レザー特有の、まあ、シワはありますけども、これはダメージというよりはレザーの特性でございます。はい。S ラインのロゴが入っておりますね。はい。座面をもうちょっと見ていきます。はい。問題ないと思いますね。はい。で、後席のシート見ていきます。あ、その前にドアですね。ドアのインナートリム見ています。特に問題ないと思います。はい、ステップですね。はい、シート座面です。ございます。ここにありますのはチャイルドシートのですね、イソフィックスタイプのチャイルドシートの、受けになります。はい。背面見ていきます。特に問題ないと思います。これは大型のアームレストですね。失礼します。ここに手を引っ掛けまして、はい、このような形でカップホルダーを上げていただきます。はい、ここは、ちょっと薄いんですけども、収納スペースになっております。はい。そして、こちらにはリアのエアコンの吹き出し口もございます、温度も独立調整型になっております。リアにはシートヒーターは装着されておりません。はい。それではですね、トランクを見ていきたいと思います。はい、トランク内部ですね。荷物の出し入れを頻繁に行うと、このあたりに大きな傷がついてまいりますが、この車両は特に問題ないと思います。大変綺麗だと思います。はい。ここは樹脂パーツですんで、ここについた、傷っていうのは落とせないですね。ごまかすことはできますけど、もう落とせないものになりますので、この車両はですね、そういった傷がないということがわかりますね。はい。で、トランクのカーペットですね。ここもちょっと見ていきますと、削れてる跡とかっていうのはほとんど見受けられないですね。でも大切に使われてたってことがわかります。はい。はい、ここのくぼみを使いましてですね、ゴルフバッグを、斜め積みに頑張って1本詰めるかなというところですね。はい。縦には収納は不可能だと思います。はい。という感じですね。で、シートはですね、リアシートは倒して、しまいまして、トランクスルーをすることができるようになっております。はい。で、ここを上げますと、はい、後ろにバッテリーが搭載されております。この蓋の、
この開けますとですね、ここの中には工具セットが収納されております。はい、そしてこの天井部分にはお買い物袋などですね、引っ掛ける、パーツが付いております。はい、大変便利だと思います。で、この裏側にはですね、三角表示板がございます。はい、閉めます。はい、でセダンはですね、電動でトランクの開閉はできません。手動でここのスイッチを押していただいて跳ね上げていただくと。はい、でキックで開けることもできません。手動かもしくはリモコンキーで、開けていただくことになります。はい、こちらにはリアのドライブレコーダーが装着されております。はい、フィルムは施工されておりませんので、現在グリーンガラスというふうになっておりますね。はい、はい、左のリアドアのインナーです。大変綺麗だと思います。問題ないですね。ステップですね。はい、シートの座面です。この S ラインのこのファブリックシートはですね、ちょっと固めで、でホールド性が少し、とてもいいですね。少しザラザラした素材でございまして、お尻が滑らないです。はい、大変綺麗です。はい、こういう感じですね。で最後ですね、助手席の、ドアのインナー見ていきます。はい、問題ないですね。スピーカー付近ですね。はい、ステップ、とっても綺麗です。はい、そして最後シートですね、座面です。はい、でここにもダメージは見受けられません。とっても綺麗です。サポーター部分、背面ですね、ここも大丈夫です。はい、背面いきます。はい、そして S ラインはですね、天井がですね、ライニングって言うんですけども、ブラックになってます。ちょっと画像ではなかなか分かりにくいんですけど、ブラックルーフライニングというものになっております。はい、このパネルですね、ここもアルミの素材を使っておりますので、傷が結構入りやすいんで気をつけていただきたいと思います。クワトロのロゴがございますね。はい、ここがですね、とっても傷入りやすいですね。今現状もここにちょっと傷がありますね。爪に引っかかんない程度なんですけども、はい、こういった感じですね。センターコンソール付近ですね。ここも大変綺麗だと思います。はい、で肘掛けがございますね。はい、その下、はい、こういう感じで収納スペースと USB の、端子見えますね。挿入口が見えます。はい、はい、最後ですね、ちょっと運転席のステアリング周りを見ていきたいと思います。はい、まずはオートヘッドライトのスイッチ周辺ですね。はい、大変綺麗です。と問題ないと思います。はい、ワイパーレバーですね。ちょっと一回腰掛けます。はい、そしてステアリングなんですけども、 S ライン専用のこのディンプル加工の施された非常にグリップのいいステアリングになっております。で裏側のステッチもですね、かなり大型に取っておりますので、とっても握りがいいですね。はい、ちょっと一周見たいと思います。よくダメージが入ったり変色があるのはこの辺ですね。大変綺麗だと思います。ちょっと光ってしまってるかもしれませんが、
爪の跡ですとか、引っかいた、形跡っていうのはないですね。はい、問題ないと思います。ここにあるのはちょっと汚れかなと思いますね。はい。もしか、ちょっと汚れかもしれない、汚れかもしか傷かもしれないですね。この辺はまたクリーニングをさせていただきたいと思います。はい。そして、この辺のスイッチ類ですね。はい、問題ないと思います。パドルシフトが左右ついております。で、ウィンカーと車線変更の、ごめんなさい。ウィンカーと、車線維持のですね、操作スイッチですね。で、これがアダプティブクルーズコントロールの操作スイッチになります。はい。で、ペダルはですね、S ラインですので、アルミのペダルがついております。はい。もう一回ちょっとセンターコンソール見たいと思います。はい、特に問題ないと思います。はい。そしてバーチャルコックピットですね。まあ、ちょっと今エンジンオフになっておりますので、ついておりませんが、こういった感じですね。モニターにも傷が入っておりません。はい。で、ここのモニターもですね、このモニターは、格納はしません。で、今画面真っ暗になっておりますけど、画面が真っ暗になっているときにですね、傷とかあるかどうかがわかりますので、参考になるかなと思います。はい。まあ大丈夫だと思いますので、ちょっと動画だと見えにくいんですが。はい。そして、ここに、ありますのは、これは、純正のドライブレコーダーですね。UTR になります。この頃はですね、まだ出たばかりだと思いますので、1.0 だかなと思います。今はですね、2.0 というのがございます。まあ、操作方法などは機能は変わらないんですけど、まあ、少し改良版になっているのが今の 2.0 というところでございますね。はい、駐車監視モードなどもございます。はい、そして、これですね、ここタップしていただくと、今ちょっとキーがないんで、ここタップすると LED の照明が光ります。はい。ここ長押しするとですね、アウディのオペレーターにつながりますね。SOS のボタンになります。はい。ここは Bluetooth の、で、電話されるときのですね、音声の集音マイクになっております。はい。以上でございます。はい。前回ちょっと夜になってしまいましたので、内装が非常に見えにくかったと思います。申し訳ございませんでした。ご参考になりますと幸いです。では、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。では、失礼します。